ギターソロを弾くのに最高のディストーションはないかなと、大阪市の皆さん、今日はですね、素晴らしい機材を一つご紹介します。というわけでですね、こんばんは、バートマンです。僕はギタリストやっております。ギタリストの傍ら、かくみギタラボというですね、ギタリスト専用のオンラインサロンなんかも運営しております。2月にですね、僕は1日10分40歳からの早弾き奏法革命という本を出版しまして、紀伊国屋エンタメランキング1位をいただきましたが、この本のですね、 Kindle 版が出ました。その Kindle にですね、皆さん今入会していただくと、まるっと一冊読めてしまうというキャンペーンをやっております。概要欄の方にリンク貼っておきますので、ぜひチェックしてみてください。さあ、今日ご紹介したいのはですね、クレイジーロックンロールエフェクターというブランドのですね、ザ・フォクシー・ブローというディストーションでございます。先日のですね、横浜ミュージックスタイルの動画を見ていただければわかると思うんですけども、剛さんというギタリストとお話ししてる時にですね、ご紹介されたんですが、実は一郎さんというギタリストと10年ぐらいですね、ツインギターでイベントに参加させてもらってたんですが、その時に一郎さんのサウンドテクニシャンということでですね、来られてたそうなんですよ。それで僕のことをよく知ってらっしゃいまして、よかったら試してみませんかということでですね、お声掛けいただきまして、今回ご紹介する運びとなりました。というわけでですね、まずはどうでもいいところかもしれませんけど、スルー音よく聞いてみましょうね。これまず原音です。さあ、それではスルー音聞いてみましょう。これを繋いだ時も繋いでない時も同じような音色になってますね。これがね、変わってしまう。ただもうエフェクターを繋いでしまうだけで音が変わってしまうっていうエフェクターもあるんでね、本当に皆さん気をつけてください。それではサウンドチェックに行きましょう。それではですね、早速スイッチ入れていきたいと思います。視認性がいいですね。青のスイッチでですね、はっきり見えますね、オンオフがね。それではサウンドチェックに行きましょう。全部ね、12時ぐらいになってると思います。このまま入れたいと思います。行きまーす。いい感じですね。音量もですね、申し分ないですね。ちょうどいいぐらいかもしれませんね。はい。もうちょっと歪ませてみましょうか。こちらが歪みですね。まあ、軽く歪むって感じですかね。たくさん歪むというよりかはですね、軽く。ちょっとね、歪み量を下げてみましょう。意外とオーバードライブぐらいまで下がりますね。さあ、ディストーションということでですね、ハンバッカーでも試してみたいなと思ってレスポールも出してきました。それではサウンドを聞いてみましょう。どうでしょう。まあ、P90 とですね、比べるとちょっとハイが足りないかなって感じですね。9時ぐらいまで上げてみましょうか。ちなみにですね、トーンはですね、普通のトーンと逆回りになってるので、今本当はこもってる方に動いてますよね。こもってる方に動いて高音が出るってことです。これぐらいかな。ちょっとフロントからいきましょう。これでもですね、結構もう歪みすぎな感じがあるので、ちょっと、ゲインを下げてちょっとボリューム上げてみましょうか。このぐらいいいですね。これぐらい気持ちいいですね。結構濃密な歪みが出ています。さあ、それではですね、恒例になりました、自宅用アンプ、しかも安いものでですね、どのぐらいの実力を発揮するのか、ちょっと試したいと思います。相変わらずですね、ここでボリューム上げると、ね、
あのじーっとノーズが出ますんでちょっと離れますね。まずはクリントンです。それではフォクシーブローをオンにしてみたいと思います。さあどんな音になるか。まずはフロントですね。いかがだったでしょうか。これもですね、結構いい音がしますね。まあリバーブがついてないんで、あの生々しい音なのはもうリバーブのせいなんですけど、ないせいなんですけどね。これはすごい張り出しのあるいい音だなと思います。それではレスポールに持ち替えました。ちょっとね、近づくとかでノイズがするんでちょっと離れて弾きます。まずはフロントからですね。それではリアに切り替えます。今まではですね、エアーで撮ってましたんで、こっからはですね、レコーディングしてみたいと思います。今までの設定通りですね、レスポールはこの設定、テレキャスだったら真ん中の設定でちょっとレコーディングしてみたいと思います。それでは、行ってみましょう。レコーディングを聞いていただきましたが、いかがだったでしょうか。僕自身もね、リードトーン、要はディストーションのペダルにすごく悩んでいたので、もうこれでね、解決してめちゃくちゃ喜んでいます。というわけでですね、今日はクレイジーロックンロールエフェクターのですね、ザ・フォクシーブローをご紹介しました。気に入った方はですね、ぜひ概要欄の方からチェックしてみてください。というわけで、今日の動画がお役に立ちましたら、チャンネル登録、コメント、高評価、ぜひよろしくお願いいたします。それでは。おすすめ動画はこちらとこちらになっております。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。ありがとうございました。